がご家庭にあるだけで穏やかな気持ちになりますよね。今回のハウトゥーナビは色鮮やかなハンギングバスケットを使った寄せ植えを教えていただきます。さあ、それではパワーコード店の五十嵐さん、よろしくお願いします。お願いいたします。目の前には色とりどりのお花が並んでいますね。そうですね、はい、今回は早春のお花、プリムラジュリア、ビオラ、花かんざしなど寒さに丈夫なものを寄せ植えしていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。では早速作っていきましょう。はい、はい、五十嵐さん、まずはどうしたらいいですか？はい、ハンギング用の、軽い土がございますので、はい、そこに事前に肥料を混ぜ込んでおきます。はい、で次にこちらのバスケットにこういう切り込みを入れておきます。はい、切り込みは結構大きめに入れてますね。そうですね、少し大胆にこう切り込みを入れておきます。で次にこちらの方に、プリムラジュリアンを差し込みます。はい、でポットからこう抜きました。うん、で抜きましたらこのビニールポットを少し利用したいと思います。はい、でここに少しこう切り込みを入れまして、うん、これがどうなるんでしょうか。そうですね、これをずっとこうやってですね、うん、真ん中の底の方をこうくり抜きます。はい、はい、でこちらをですね、こちらの根の保護をするために少しこう形を整えたら、ビニールのこのビニールで巻き込んで骨をこう差し込むときに、傷めないようにこういうふうに巻き込んであげます。土も落ちなくていいですね。そうですね、はい、で外側から今回ここにこう差し込んでいきます。なるほど、はい、そうなるわけですね。はい、そうですね、はい、私も先生の真似をして、はい、そうですね、はい、やってみたいと思います。はい、はい、でそうです、で横もそうですね、はい、精一杯、はい、うん、こういうのを、ね、利用できるといいですね。そうそう、そうですね、改めて、ね、どこから持ってこなくてもいいですから。ね、で今回は1号機に切り込み入れましたけど、はい、そうですね、全部でもいいんですか？全部でもいいですし、あの高さも、うん、あの上の方にしたり、はい、下の方にしたりすればいいです。そうなんですね、あ、入ってきましたね。はい、入りましたね。はい、からしさん、はい、植え付けがようやく、そうですね、はい、やっとできましたね。はい、それでは次にですね、ここの間に、はい、あの土を入れていきます。隙間にこう入るようにこう土を入れていきますね。はい、土は結構たっぷりめですか？あの上の方も植え込みますので、はい、だいたい土は半分ぐらい入れていただければよろしいと思います。はい、でこの隙間にも、随時こうきれいにこう入っていくようにですね、うん、この方のビオラ、うん、まずこれ春になると大きく広がります。またさらに大きく広がる、はい、そうですね、うん、この場合もういっぱいあの白くびっしりなってますので、はい、少しこうかきむしるぐらいの方がこう土になじみますね。はい、これを中心に置いていきます。はい、こんな感じですね。アレンジもセンスですもんね。そうですね、あとはまあお花も綺麗にアレンジしてくれるんですけども、はい、こうちょうどねこの愛このこれの間に入れると結構入りやすいんですよ。うん、ギュッと入れて、うん、そう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 。さあ、からしさん、完成いたしましたが、はい、私の作品どうでしょう。頑張りましたね。はい、でも可愛く出来上がりましたよ。さあ、これまたこれからが楽しみなんですけれども、はい、水やりはどうしたらいいですか？そうですね、植え付けたばかりですので、はい、たっぷりお水をあげて、日当たりのいいところで飾ってあげてください。なるほど。他にもよりお手軽に楽しめるものがあると聞いたんですが、そうですね、はい、こちらのですね、ちょっとした優れものがございます。はい、でこちらもあの壁掛け用のハンギングバスケットなんですが、ここに最初にも切れ込みが入っておりますので、お花をこう刺して作っていくだけで簡単にハンギングバスケット出来上がります。これからの季節楽しみですね。そうですね、はい、今日は五十嵐さんありがとうございました。 ありがとうございました。初心者でも簡単に作れるハンギングバスケットを使った寄せ植えで春の息吹をご家庭で楽しんでみてはいかがですか？